おはようございます。大家早上好。お聞きの通り、今日ワンさんがあんまり元気ない。お天気のせいですよ。なんか雨なんでね。なんかすぐ影響される。弱いね。まあそういう日もいいかなと。ね。静かに過ごすのもいいかなと思いますね。大家可以看到今天的旺嗓没有什么元气啊，蔫儿了，北京话叫蔫儿了。因为天气下雨嘛，潮湿，所以我不太适合这种气候。我们毕竟是北方人，我是一只来自北方的狼。今天呢，给大家讲一讲断舍离，我自己的体会啊。今日は断捨離についてお話しします。引っ越しに際して、こういろいろ捨てますね。押し入れの中から忘れてるものも出てきたりとかするんですよね。そんなものをいらないね。今天讲这个断舍离，这个要搬家嘛，不是我要搬家嘛，这搬家的话，就要扔很多东西嘛，从这壁橱里边、最里边掏出来了，好几年都没看，忘了这，都忘了这东西了，都拿出来了是吧？这扔扔扔，就你好几年都跟他没见过面了，这都没想起来，就是他跟你没关系了，是不是？こう捨てるのはね、こう何年も見てないものとか使ってないものを捨てるのは簡単ですけど、問題は、あ、これ、わかるでしょ？それ、懐かしいとか、ああだったな、こうだったなって、すぐその瞬間にある思い出が蘇るでしょ？写真何枚も出てきて、そういうのとか、ちょっとしたものとかね、それが捨てられなくて、だから私の経験はね、そういうの出てきても、1枚選んで、あとは捨てます。写真とかね。で、物は、あ、これ使ってないなとかってあれば、捨てましょう。ね。だ何を断捨離するかっていうと、その、思いを、断ち切ることですよね。思いが重いと言うじゃないですか。ね。思いが重い。その重いものを置いとこう。ね。捨てましょう。身を軽くして、今を、そして明日に向かって歩きましょう。って思うんですよね。所以、他这个、咱们扔的是什么呢？是那个念想，不只是那个东西，是不是？哎呀，这个东西它有好的记忆，什么好的回忆，怎么怎么着？实际上，你已经过去多长时间了，跟这个回忆没有关系，是不是？如果是照片的话，那个时代的照片，就留一张就够了，因为你看了那一张以后，你能够回想到很多事，那个时候的事情，这个记忆都在你的脑子里面。不占地儿，而且很轻松，对不对？所以其他的就扔了，就留一张。所以这个断舍离，断舍离是舍的是什么？断的是什么？离的是什么？是这个念想。日语把这个念想叫 omoi，omoi 就是想啊、回想啊什么的。它这个 omoi 这个词儿啊，跟那个重，很重，这个东西很重，这个词儿是一个词儿，就是一个发音。写的字不一样啊，那个断想念想呢，写的是思，思念的思，重呢，它写的是重，但是是同义音，所以日本人就说这个 omoi 是 omoi，念想就是重，就是累赘，就是东西，就是累赘，知道吧？所以要扔掉。所以我觉得这个挺有意思，挺有道理的哈。咱们把就这个思给当成重东西给扔了，
这样的话我们得到轻松了，可以啊活得更快活一些。ね、だから思いを断ち切ることだなと思いましたね。で、あとは捨てることによってこう空間ができるじゃないですか、気持ちの中に。家の中もそうですけど、空間ができて新たなものが入ってきやすくなるんですよ。例えばこうテーブルの上に2個が置いてある場合はもう1丁奥にもちょっと狭くなるなって。もしもこれがほらなければすっきりしてくるから、新たに何か物を置いたりとか2個を置いたりとかできるんですよね。この空間があるから置けるのであって、空間がなければ物を置けないんですよ。ね。就是说，咱们扔东西以后呢，咱们这心里呢拥有一个空缺，一个空白，一个空间，是吧？出了一个空间，这样的话可以放新的东西，是吧？那它可以循环。比方说这桌子上现在放了一把二胡，哎，你再放的话，它就会很挤的，或者怎么着就，或者是放不下，是不是？如果把它拿出来，哎，这桌子就空了，它可以放别的东西。二胡也好，是什么东西也好，是吧？它就这个道所以这把它往外请的时候，有一个过程是需要我们稍微残忍一些啊，就是把这个念想切断、扔掉，有这么一个过程。这个过程可能稍微残酷一些吧，但是是吧？旧的不去，新的不来，你老在那儿是吧？来回来去的话，也走不了下一步。是不是？なので、この捨てる段階で一つこう、まあ、心を鬼にするっていう行為っていうか、作業っていうか、なんていう過程が必要で、忍耐ね、頑張って捨てる。何を頑張るかっていう、この心を鬼にすることを頑張るんですよね。まあ、歯を心の上に置いて忍耐というじゃないですか。ね、そういうことですね。所以扔东西啊，就是忍受这种痛苦，割去的这种痛苦，忍痛割爱这词儿不是哈，叫忍痛割爱嘛，是吧？忍是什么呀？就是一个刀，一个刃儿，放在你的心上，是这么，是吧？但是把这个割去了以后，你可以更轻松的、更愉快的去生活，是吧？断舍离，断舍离，那当下离，当下离，哪有当下离するかと。思いをね、断捨離することだなと思います。ね、今日はあんまり調子良くないんですけど、調子っていうかこう、テンションがこうなのね、こういう天気だと。体が悪くはないんだけど、頭が悪い以外、悪いものないんだけど、今日は何演奏しようか。どうしようか。本当に頭に浮かんでこないな、曲は。どうしよう。何がいいかな。
曲がないので適当に今即興で弾きました。本当に適当でごめんなさい。今日实在是想不起来要演奏什么曲子，所以就即兴的拉了一段，不太好啊，请大家原谅。それでは今日の朝飯前はここまでにします。レッスンを受けたまわります。下に、連絡先を書いておきますので、興味のある方は、お気軽にご連絡ください。オンラインでも対面でも、結構です。お気軽に相談してください。それでは、さようなら。那么大家再见。谢谢。